こんばんは。ちょいまち。立ち上がった時に頭がつけそう。うん。どうも。どうしよう。こうか。こうか。あ、夕日よ。いえいえ。こちらこそありがとうございましたかな。定型的なやりとりとしては。よっと。これで。なんか遠いですね。もうちょっと寄りますか。じゃあこれを寄せればよし。寄せますか。はい。うん。クラシックなデザインを使いましたからね。よし。いつもの。で、ちょっとコメントこちらで。あ、ダメだ。夕食は割烹じゃないです。ちょっと待った。早い。あれ？医者と数学の先生でありません。音量大丈夫ですかね？割れてないですかね？ちょい待ち。あれ、明日雨なんですよね。そうなんですよね。ちょっと待った、ライブ番号が、なんだこれ。120727? ん ?120727791。120727791。どうだ？来た。ある？ごめん、聞き取れなかった。今こっちとこっちでエコーかかってたんで。よいしょ。またホモ扱いか。こういう時だとなんか精神的に余裕があるからホモって言われてもいちいちイライラしないな。うん。島に道路というか信号がない。うん、信号1個しかありませんでしたね。うん、市役、あの区役所の、ま、役場の前に1個だけ見ました。うん、うん、卑猥か。うん、浜口にどういたしまして。お二人はどこで。それはもう今日何回聞かれた何回聞いたんだそれ。離島の東横イン、そうですね。ここはかなりあのいい感じですよ。広いし、あとそれぞれがですね、なんていうのかな、あのマンションというかアパートというか、全部別のコンクリで区切られてますね、各部屋が。で、信号、あー、流れ、早い。ちょっと飛ばす。それ以前に、まずはじゃあこれから。課長。はい。あ、こうするとなんか、PC の画面の明るさで映るな。うん。これでございます。沖縄だから。金持ち。大阪さんはもう連絡してないのか。メールアドレスが。じゃあ、乾杯。そう、半袖、本当にこれでいいんですよ。うん、しかも、暑くて今、窓開けてるっていうね。そう、ちょっと部屋閉め切ってると少し暑いぐらいなんで。うん、そう、人間が2人って200ワットだから。うん、何食べられるんですか。シークワーサーどうなんですかね。あ、メガネしてる。そういや、コンタクト外したから。さっき外しました。うん、酒飲まれた。そうですね。これ何パーだ。4%。うん、オリオンビールよりは低い。浪人生の紹介してくれ。意味がわからん。浪人生、どっちかが浪人生に見えるということか。ん、暑いのにズボン脱がないの。うん、恐怖、寒い、全くです。昨日はむちゃくちゃ暖かいです。こっち来てからですね、寒さで体が緊張したことが一度もございません。まあ、肌寒いくらいあったですかね、昨日の夜とか。うん、まあ、風がちょっとね。うん。おつまみ、あ、おつまみですから、ね。医者と浪人。あ、じゃあ浪人は、フラフキーさんの方か。浪人かよ。じゃあ浪人紹介。でもすごくそれはね、合ってると思う。でもメガネすると、うん、確かにちょっとそうなりますね。浪人っぽいですか。うん、浪人っぽいというか、うん、ちょっと濁しとこう。これどう、それどういう浪人ですかね。あの、受験生の方の浪人なのか。メガネと、うん、その髪が少し立ってる感じが。あ、そういうこと。あれ誰さんでしたっけ、藤子不二雄の漫画の。弁蔵さん。弁蔵さん。メガネがちょっと縁が太くて黒っぽいから、弁蔵さんのイメージじゃないですか。ん、心配している顔。バンビ、これしかないから。
で、どこ、いや、メガネが。私のイメージだとそういう風に見えるけど、ちょっと今、ヒゲが伸びてるところとか。あ、そうですね。ベートさん、ヒゲちょっとありましたよね。うん、違う、出すって。出す、そんなんでしたっけ、うん、確かそんな。うん、え、弁当さんで彼女いるんだ。彼女いるらしいですよ。へー、なんかの設定で見たことある。へー、うん、のび太くん、そういえば昨日カップルの旦那予定さんの人に、のび太に似てるって言われた。あと自転車であんまり走ってないだろうって言われた。あの人酔っ払ってなんか結構むちゃくちゃ言いましたよ。面白い人でしたね。メガネを恐れて、ちょっと変えてみましょうか。メガネ交換ということで。うお、うお、あー、弱いな。強い。意外に強い。メガネを交換してみました。てかね。おー、目が、目が。目が。こんなにと強いんですね。相当目悪いんですよ。0.1 ないですね、裸眼だと。そうなのか。うん、全然そんなイメージなかったな。そう、視力ね。うん。わかんない。あの、ホイール交換の儀式みたいな感じです、ね。ホイール交換。うん。医者に戻った。え、メガネは医者要素なんですか、かなり。このメガネが医者要素なんですか。じゃあ、あの、浪人性要素はやっぱりそのメガネ。なあ。うん。うん。目が悪い自慢犬。飲んでる。うん。今度黒縁眼鏡買いましょうよ。黒縁眼鏡か。そう、逆見せ、あ、いいのか。ん、両方ラベルあったんですね。いや、バンビさん。吉川君に個性やってたのかわら。吉川君、誰だよ、あんた。誰だ。怖いね。怖いっすね。まあ私、吉川勝彦って本名をバラしてますからね。ならロボさん、この島で髪切ろうよ、うん、わらわら。髪切ると言ったら、前、あの、どこだっけ、盛岡の千円床屋さんで買ってもらった時が一番かっこよくなったと思うな、我ながら。あの、旅行中に、あの、ご近所ライダーさんと一緒に旅行してる時に買ってもらったの。教室は暗いのに、教室か、ありがとう。そう、ちょっと教室だとですね、教室だとの周りの仲間に、クラスメートに遠慮してしまって、あまり喋ってないんですけどね。二人で気合えばいいじゃん。うん。二人で、なるほど。その手があったから。クリスマス何してた？ケーキ食べてました。いや、嘘です。食べてません。沖縄スタイル。沖縄スタイルっていうと、うん、なぜか、あの、男でポニーテールの、あの、旦那さんしか頭に浮かばないです。うん、沖縄と言ったら、まあ、イメージは確かに。あと寒い来てる。うん。ちょっと待って、コメント飛ばししか見れなくてすみません。沖縄って温泉とか、西表島にあるのは知ってるんですけど、銭湯全然ないですよ。ほぼないと思います。伸びるがままに任せる。そうなんですよね。細かく切らないですね。一気に短くしてまた一気に長くなりますね。うん、嘘はいかんよ、吉川くんって。うん、白樺、そう。嘘は。高橋さんのガジェット、どれくらい持ってるんですか、うん、わら、ビーも、マイク巻きみたいな。マイク巻き、誰だっけ、マイク巻き。どれくらい持ってるか、ね、そこに転がってんのが、iPhone4S でしょ、で、Galaxy Nexus でしょ。白いやつか、白い塊。うん。と、あと、通話用にエクスペリアのちっこいやつがあるかな、レイだったっけ、3つですよね。うん。と、あと、ここに。あ、4つ目。いやー、で、あと、あの、自転車の GPS のガンにもつながってますね。私のガジェット的なデバイスって、なんかかぶってないかな。ガジェットというと、タコ足コーナー。今週のタコ足コーナー。今週じゃない、今日だ。うん。彼はどういう時は、私の大学の時の友達経由ですね、知り合ったのは。で、自転車で、一番最初に一緒に走ったのいつか覚えてないですけど。かなり昔ですよね。三浦半島とか行ってた時ですかね。どうだろう、そのぐらいの時かな。うん。最初いきなり四国旅行じゃないでしたっけ。ダブルベッド。昨日は、うん。あれ？
昨日は布団でした、布団。ダブル布団。高橋コーナー。同い年ですか？同い年。いや、僕の方が、ね、うん。僕の方が若干若いですかね。まだ20代。いや。今ちょっと盛りましたけどね。言葉を盛りましたけど。むちゃくちゃ言わんでくださいよ。私、高年齢わかんないからな。うん、もう、僕だってあれですよ。うん、あの、視野誤入したら40ですよ。あ、本当に。やったー。やったー。視野誤入したら同じだ。最初が四国旅行。あ、どうだろう。あ、どなただろう、258番さん。ん？実はお二人と一緒に走ったことある。私、まあ、昔一緒に山口走った人かな。どうだろう。あの人だろうか。うん。あ、ハドノさん、こんばんは。こんばんは。42くらい？確かそのぐらいですね。ウニくらい。楽しくない奴らさ、頑張れ。楽しくない奴らさ、頑張れってなんか、何そのセリフ。なんかちょっと面白い。楽しくない奴らさ、頑張れ。醍醐味はですね、醍醐味は、例えば今日、何も知らずにこの島回ってて、あの、すごい洞窟があって、まあ、観光地なんですけど、あの、入るときにものすごい狭くて、あの、デブでヒゲだとダメないのかいみたいな隙間から入ったんで、あ、今のどうでしょうねって言ったんですけどね。で、やたらテンション上がりましたね。で、なんか洞窟っていうか風食でできた洞窟みたいなんですけどね。で、おじいちゃん、42でおじいちゃん、ありえる。あ、ありえない話じゃないでしょうね。二十歳、ああ、そうか、二十歳であれば、ありえますね。そう、甘いものが好きなのは、それ。今日の台本は、今日の台本。いかん、なんか台本のない旅とか言いそうになった。で、ですね。ロボさん、いい飲みっぷりですね。これなんか甘くて飲みやすいですね。それ言ったら寒いっすよね。私もそう思います。明日天気が良かったらハグに噛まれてみて。噛まれてみて。条件付きかよ。何のステマかな。自転車はどんなのですか。山里さん、自転車ですか。37歳でおばあちゃんっていう人。ロボさん、本当は大酒飲みなんでしょ。ロボ VS ロボ、新たな沖縄名物にロボさんとして自転車は、明日は与論島ですか。受け身、謎のブレイクダンス、おいで紹介、自転車は、わらわら、ロボさんも酔ってます。なんだそれ、謎回転、ロボさん子からアルコール回ってくるよ。ロボさん気やわい、和骨酔ってるわら。今の地下に入ったのかな。そんなに自転車の写真ないな。意外となんか自分の自転車って撮らないですよね。自転車の写真はないが、こんな写真があった。何見せてますか。あの、宿に着くなり寝てしまったハラフキーさんの写真があった。死体が。あった、自転車。こう。手前が私の自転車です。本当はね、来た。事故って。事故。第一発見者、ケッタマシー。手前が私のクロスバイクです。奥がホラフキーさんのロードバイクです。あー、もう、動くな。固定できない、こんな空中に。BIANCHI っぽいですね。そう、ビアンキです。ビアンチです。ビアンキのカメレオンテ3です。8万円ですよ、8万円。で、なんだっけ、いつも宿配信でどんなことやってましたっけ。明日の予定とかかな、とりあえず。あ、そうだ、あとそれ以前今日放送しなかったから、今日の顛末とかを言うべきなんですよね。あの、島一周回ってきました。楽しかったです。天気良くて、ちょっと暑いぐらいでした。あ、チーズ。あ、部屋の紹介やってますね、いつも。そうそう。ちょっと待ってください。チーズ食ってから。なんか酒飲んだら汗が出て、汗が出てきた。
豚の写真を押し入れに、あ、押し入れか。あんまりバキバキいったらまずいけど、面白いアクセント、アクセントはあんまなかったですね、うんうん、宿題まだわかんないです。実は確認してない。いいですか、閉めちゃって。あれ、こうか。おやすみいいですよ。あ、今本当に開かなくなったかと思った似たように。あ、でもこういうネタ久しぶりですね。やってね、宿の人に見られたらちょっと嫌がられるような。あ、上から入って下から出てくるって、あ、新しいですね。前でもそれ近いことやったことあります。あ、そうなんですか。バキッとか言わさなかったですね。OK。うん、修学旅行気分。あの、一人でやってると若干寒いところあるんですけどね。あ、そう、修学旅行気分だったらまだ大丈夫。修学旅行気分っていうのは確かにそのとこですよね。いや、さすがに身軽ですなわら、バンビティさんも。身軽、いや、私はですね、前親戚の、10歳ぐらい、十数歳下の親戚のいとこたちと、あの、みんなでブリッジやって、自分一人だけあの、背筋がビキッとなって、やばかったことあります。それがもう5、6年前かな。今日は、どれくらい、ですね、今、シークワーサー、パインとシークワーサーチューハイを、半分ぐらい飲んだとこです。もう暑くなってきました。そう、セスジピン、スバルさん。あ、昼間スバルのジャージ着てたからですね、きっと。あ、スバルでしたっけ、うんうん、スバルさんはどこの人なの、どこのもんですか。あ、どこの人、あの、普通にロボさんと同じく横浜市民です。はい。横浜市民。どこの、組織というわけではなくて。何パーセント9杯、うん、ブリッジの店はそうそう、沖縄限定。うん、4% って書いてあるね。うん、沖縄限定ですね。横浜、浜ですよ、浜。浜。25本目の、それあなたの話か。何パーセント ?4%、4.1% ですね。あの、購買で言うと 4.1% の 0.1% なんて普通表示しないですけどね。そもそも 4% で表示はしないか。37、5年前ですね。うん。横浜県です。そうそう、私がですね、あの、放送中に誰かと会って、どこから来たって言われて、横浜から来たって言うと、あの、神奈川って言われるのに横浜ってなんか変なプライド持ってやがるとか突っ込む人いませんか？毎回いませんか？最近それ気にしてるんですよ、私は。なるほど。あ、じゃあ神奈川って言った方がいいですか？神奈川県。でも横浜の方が知名度あると思うんだけどな。じゃあ訂正しましょう。神奈川から参りました。神奈川からです。あの、横浜市ではあるけど、横浜市の、あの、横浜メインのとこではないですから。うん、だから、そうだ。そうですよ。あれですね、あの、横浜の外れから来たって言えばいいですね。あ、そうですね。うん、あ、それいいですね。おいしいよ。うん。うん、もういつも、あの、住んでると、そこ横浜なのって。横浜の辺境。辺境から来てます。うん。神奈川ダサい。
横浜で緑区ですよ、緑区。緑区前、横浜市内じゃなかったって聞いたんですけど、なぜかこっちに来てから。誰かに聞いたんですよね。名古屋だけの愛知理論、名古屋だけ愛知理論、そうそう。名古屋も本当に、名古屋は横浜以上に、県名よりもはるかに知名度高いですよね。わかりますよね。だって名古屋、大阪、東京だから、よく考えたら、大きなところへ行くと、福岡入れていいですか、福岡、私福岡出身だから。福岡、福岡、広島も結構でかいかな。で、大阪、名古屋、でもやっぱり名古屋、大阪、東京あたりが大きい気がするな。うん。中区ってどこだっけ、神奈川県の、そうそう、町田市はなんか、なんであいつだけ東京に入ってるんですか、あれ、神奈川県に食い込んでるじゃないですか。いや、またそういうこと言うと、そういう歌もあって、そういうこと言うと、もう激論家になっちゃうからね。どういうお関係ですか、うん、あくまで友達です。友達からです。うん、まずは友達からです。友達スタートで。沖縄餅は全然ないですね。ああ、そういえばなかったですね。うん、現在には白玉入ってるぐらい。うん、あ、でも、昨日でしたっけ、ええ、お昼ご飯食べたところで、鏡餅は一応ありましたよね。うん、それは、あれはなんか正月の、うん、正月の、なんていうか、うん、お決まりなので。町田に喧嘩を売るって、イベントタグつきました。町田は神奈川の領土だと、私は結構そう思うんですけどね。町田はか神奈川に入れた方がスッキリすると思うんですけど、県境が、滑らかになる。郊外の、最初にイベントタグ。いや、それもちゃんと、後で抽出して、昨日の分まだイベントタグ出してないんで、まあ、見る人はそんなにいないですけど、今日、この後やりますんで、あと暑い。暑い。沖縄で年は越さないです。私は福岡に帰ります。私は福岡に、ホラフキーさんは、神奈川に帰ります。神奈川の方に。はい、あ、時間の方じゃないですね。町田市の一部が神奈川県になるんで、本当ですか？本当ですか、それ。すっきりとか言えそうですね。動物。神奈川の幕はこじつけ。神奈川のバクってそれ鶴見川でしょ。鶴見川流域はバクの形をしています。確かに私もあれはちょっと大胆だなと思いますね。あ、大胆って表現いいな、大胆。うん、あ、打球線が、明後日帰るんですけど、明日雨が降ったらどうしようかなと思ってるんですよね。うん、まだ明日晴れてたら、なんだっけ、伊江島っていうところに渡って日帰りで戻ってきて、で夕方ぐらいに那覇に移動して、あさって那覇観光とか思ってたんですけどね。うん、雨風速8メートル、暖かそうですね。うん、実際暖か、今ちょっと暑いです。8メートル、8メートルの風で雨、それはちょっと外走る気候じゃないですね。勘弁してほしい。すいません、リンゴ牛乳って何ですか。私福岡県人だけど、リンゴ牛乳の理の字も聞いたことないです。何リンゴ牛乳って。兄弟ですかも言われましたね、今日兄弟ですか、今日初めて言われたんですよ、この二人で。オスプレイ見られてないです。見たいんだけどな、私は。窓から外の景色、ちょっとじゃあ窓から外の景色。すみません、コメントバラバラに拾って。大胸筋強制サポーターだよ。サポーター。サポーター、人がサポーターなんですかね。真っ暗ですよ。台風、いや。信じないし。ちょっとこれオートフォーカスオフにしなきゃダメだな。熱っ。窓から大声で。やっほーい。あれ、あ、開いてんのかこれ。さっき開けたから、よっと。あー、風が涼しいというか、涼しくない、生ぬるい。ですね、明るくすると分かりますよ、こんな感じ。
こう向こうはあの明るすぎるな。このですね、この内間荘っていうところはこういうコンクリの、まあ、住宅地みたいになってるんですよ。敷地内に本当に住宅みたいにあの各部屋が建ってて、だから隣のことあまり気にしなくていいんですよね。でさっきまで月がむちゃくちゃ綺麗だったけど、もう月が見えなくなった。これから降る気満々ですよ、 こっちの空は。うん、台風多いっていうのはそうなんですよね。台風対策でかなり。よっと、この宿はですね、まだ不明です。ですね、ブログ情報によると2人で1部屋だと4000円、あ、4000円だとかなんとか聞いたんですけどね。よっと、わかんないんですよ。あっち、しだすった、あっち、片身にしだすった。もうブラ外したの、だからブラじゃないよ、大胸筋矯正サポーターだよ。酔いました。今夜はお楽しみですね。結構今夜はお楽しみでしたね。ドラクエ、ドラクエ、あー、もう水平取れなくなった。いいや、うお、眩しい、よいしょ、若干斜めてますね。うん、あ、よいしょ、あと、あ、よいしょ、あ、あ、昨日残りですね。昨日残りのイカ。モノマネするなら演じ切ってください。あ、モノマネするなら。誰のモノマネですか？あの、ゴールデン X っていうです、ね。あ、ゴールデン X。イカちゃん、足の筋肉を披露しなさい。うん。足の筋肉披露するほど走ってないな。披露するほど走ってない。うん。高橋さんはリブタイツが好みなの？あ、そうですね。リブタイツは。リブタイツはやっぱ便利ですよ。便利って。やけどしますよ。本当に今膝す、あの、畳で。ザッと吸ってかなり熱かったです。うん、酔いどれ、女毛がなかなかそれは難しいな。あ、岡田監督も言われますね。岡田監督、うん、フランギ、うん、あのビブは腰のあたりをこう締め付けられないからいいんですよね。うん、まあ、その代わりあのトイレ行くときが大変ですけど、うん、日産ノートの、あ、違う、サイクリストは、あの、昨日宿一緒だった、あの、夫婦予定のカップルの人とすれ違いました。ママチャリで一周してました。一週間わかんないですけど、ママチャリで走ってました。やるなぁ。私はですね、うん、甘いものだったら、まあ、ジュース感覚で飲めます。ただ結構すぐに熱くなってきて、赤くなりますね。冷パンのもっこりは気になりますか、わら、おつつ、冷パンのもっこりは、私は冷パンは、ヘリのゴムが痛くてやめただけなんですけど、昔の北海道冷パンで走ってた時の写真見ると、肩から見たらあれもっこり気になるような。慣れちゃいましたけどね、もう。うん。あ、次枠ないです。一枠だけです。もう酒も、もう、あの、4分の3ぐらい飲んだし。うん。あ、あと15秒だ。ぐない。ぐない。この後、酔いが覚めるまでしばらくかかるな。おやすみなさい。おやすみ、お風呂入りましたか？お風呂入りました、シャワー。ぐない。よろしく。あ、明日放送できないと思います。多分雨降ったら、うん。お、ロスタイムかな。まだおかずなこと言っちゃダメですよ。はい。チッとか言ったらダメですよ。よし。わらわら。まだおかしなこと言えない。まだ。うん。まだロスタイムだから、あの、ズボン脱ぐには早いですね。うん。でもなんか、ロスタイム、映像まで流れてるロスタイムなのか、これ。気まずいタイム。気まずいですね。今日のリスナーは、RY、あと30くらい、ロス1分、なんか、1分。もくもく、うん。やっぱ1分。本当に37秒。あれ？ 40 秒。うかつ禁止。やっぱりブラは取ったんだ、うん、裏と裏ある人たちだから、あとは若い者同士、裏と表は、裏と表ありますよ。裏表なかったらゾックじゃないですか。それじゃあゾックですよ。本当に終わらんな。懐かしいネタ。どうなってんだこれ。